はい、こんにちは、つかっちゃんです。ということでね、今日はね、皆さんのご存知のこの青空文庫について一つね、動画作ろうかなと思っています。というのも、青空文庫というのは著作権の切れたね、いわゆる50年前かなの作品を無料でね、公開していると、ネット上で公開していると、まあそういうサイトなんですけれども、それね、結構作品あるじゃないですか。これ作家別と作品別があるじゃないですか。で、これをね、まあ、全部見るのは無理だと。多いからね。でも、このあいうえお順で、ね、例えば今回だったら、あーからこうまで見ていきたいなって思うの。で、最初の作品見てみたくない？最初の作品。あーのつく最初の作品は、なんだろうとか、E のつく最初の作品なんだろうとかね、思うじゃないですか。で、これは、この前やった文学しりとりにね、インスピレートされた発想なんだけど、まあ、これでね、青空文庫を利用して、いろんなね、企画もできるんじゃないかっていうのはね、よく思うんです。で、まあ、早速ですけれども、あーからね、こうまで、ちょっと見ていこうかなと思うんです。もう、言っちゃいますけど、あー行きますよ、あ。あ。これね、あーのページなんですけど、これめっちゃ面白い名前だね、これ。あー、家族様だよと、私は嘘をつくのであった。あ、渡辺恩ね。渡辺恩ってさ、なんか名前聞くけどさ、わかんない。渡辺恩って誰？渡辺恩って誰？渡辺恩とは、1902年8月26日から1930年の、結構比較的28歳で亡くなった日本の推理作家、幻想小説家、本名は豊か。へえ、この人は推理作家ですか。の、あ、ここあるね。あ、家族様と私は嘘をつくのであった。で、主要作品少ないね。やっぱり28だから。単行本もバラ十字社とかからで出てる。草原推理文庫にアンドロギュノスの A みたいなやつがありますね。へえ、これは知らなんだね。まあそんな感じでね、あーは渡辺恩さんでしたね。で、次、太宰治ってめっちゃよくない？あ、秋っていうの。朝尾物語とか、あーしんどとか、この人誰なんだろう？池田松園かな？わかんないけど。小林一三ってさ、あれじゃない？違う人かな？わかんないけど、あの人だよね。宮本百合子、岡本かの子とか、いいとこ来ますね。はい。ということで、あーはこんな感じ。次ね、E 行きますけど、E ね。E の最初誰だろうね。E は、小島明人。知らねー。何これ、居合集。後書きかなんかで。次の小川未明とかはわかるよね。宮本百合子、泉鏡花とかもわかるけど、いや、島明人って誰？あ、島明人とは、本名中村悟の人で、新潟県で。新潟県で強盗殺人事件を起こした元死刑囚であり、1960年の一審死刑判決後、1967年の死刑執行の7年間、獄中で短歌を読み続けた歌人である。1963年に毎日歌壇賞を受賞。はぁ、歌人としてね。居合集ありますね、これ。作品集、居合集。東京美術、1974年。知らねえ。これ、すごいな。こんなんも入ってんだ。すごいね、これ。はぁ。これ、E の作品は、島明人さんですね。これ、原民喜とかいいとこ入ってますね。原民喜。島崎藤村とかね。へぇ。で、次、ウー行きますよ、ウーね。ウーね。パパッと行っちゃいますね、ウーね。この人誰？三好？何色？これわかんないね。これ。三好なんとかのベニスに死す海鮮。実吉駿ですって。実吉駿とは1895年から1962年の日本のドイツ文学者。はあ、そんな人いたんだね。1995年に、これは実吉康純かな。実吉康純の六男として。帝国大学出てますね。あ、東京都立大学教授となる。あ、ここすごいね。トーマス・マンなど日本への紹介で貢献的な役割を果たした一人である。伯爵もらってるみたいですね、伯爵。はあ、この辺もすごいね。役でやっぱりトーマス・マンとか、ゲーテ来てますね。ゲーテ・トーマス・マン・シラーとかですか。ルートヴィヒ・トーマって知らんね。ワルデマル・ボンデルスのミツバチ・マーヤ。
ミツバチマーヤってさ、ミツバチマーヤーみたいなやつ？グリルパルサー。あ、でも岩波文庫とかに入ってるのすごくない？ヘルマンヘッセとかね。やっぱ初期のこの辺のドイツ系の人たちを訳してる人が、サネヨシ・ハヤオさんなんでしょうね。っていうね、面白いね、これ。その下もわかんないけどね。榊良三郎とか知らないけどね。宮本ゆり子とか。はあ、森外とかね。鈴木梅太郎、ビタミン研究の解雇。へえ、そんなも入ってんだね。国木田ドップ太宰とかね。ポー、江戸川アランも入ってますね。いいとこ入ってますね。うね。じゃ次行きますよ。A ね。A 行きますよ。A の最初は誰？あ、これ正岡子規。いいですね。正岡子規の A っていう作品みたい。A、A っていいね。その下わかんないけどね。いや、よもつへぐいか、これ。藤下ましおかな。藤下ましお。いや、よもつへぐい、みたいなね。これ一回調べるか。藤下ましお。わかんないね。藤下ましお、ウィキペディアありませんね、これ。作家別リスト、1961年生まれ、独身男。生息場所、東京ってあり。出没場所、神保町古本屋街とか。藤下ましおさんはよくわかりませんでしたね。ウィキペディアでもないからね。ああ、その後、ドストエフスキー、原民喜とか、山本ゆり子とか、岸田国王ですね。とかね。伊丹満作、映画系なんだね。これ映画系、映画ばっかりだけどね、これね。あ、A はそんなもんです。次、O 以降、パパッといっちゃうよ。O。あ、小山清ってさ、名前聞くけどさ、わかんないな。小山清、室尾再生、芥川龍之介。田中勘太郎ってさ、なんか名前聞くけど、置いてけぼりってあれだよね。多分、童話みたいな、童話ってか、日本昔話で出てくるやつね。宮沢賢治、三好達治いいですね。この人わかんないね。宮本ゆり子、長い花粉。森鴎外、長い花粉、長い花粉、長い花粉ね。鴎外全集の話ばっかだけどね。鴎外先生とかね。あ、この辺全部鴎外ですね。鴎外を語るとかすごい。鴎外、鴎外、鴎外だ。へぇ。いや、小山清はね、名前聞くがわかんないから。小山清とは1911年から65年の東京出身の小説家と、太宰治の門人として知られる。へぇ。1956年、同人誌奇物を創刊。題はシャルル・ルイ・フィリップの言葉にちなんだものだ。あ、後の芥川賞受賞する。宮原明夫ね。あ、誰かが触ったで宮原明夫が芥川賞取るだろうけど。落ち穂拾いか。落ち穂拾いってあるよね。講談社のさ、文芸文庫かなんかね、入ってなかった？入ってたと思うんだけど。これだ。書いてるな。日々のなんとか、小山清志作演集、講談社文芸文庫から出てますね。次、カーいきますか。カーね、パッといきますよ。カーね。次、牧野真一。知らんな。でもこの辺さ、さっき見たメンバーやんっていう感じじゃない。牧野真一は知らんけど、室尾再生、田中勘太郎で。あ、夏目漱石、カーライル博物館。あ、で、また牧野真一。宮本ゆり子。泉京香とか。えみ。エミ三つ影かね、エミ水印か分かんないけど、まあこの人ね、調べてもいいんですけれども、まあ、上のね、牧野真一ちょっと調べようかなと。牧野真一とは1896年から36年の小説家と、あ、自然主義的な詩小説の傍流として見なされることが多く、17年間の作家生活の中で珠玉の短編十数編を残して創設したマイナーポエトと言われている。ギリシャ・マキノトとも言われた中期の幻想的な作品で新境地を開いたが、最後は小田原の成果で悲劇的な医師自殺を遂げた39歳。はぁ、これなかなか悲しいけど、内発的な自我破り、想像力の解放、分裂に処するパロディの方法を発見など、重要な、後継的な作家としていぶせます、坂口安吾、石川純、太宰治らの名を挙げている。はぁ、この辺とかもなんか有名なね、人たち並んでますけど、ちょっと作品見てみるか。ここかな。主な観光本として、父を売る子、牧野真一集。あ、福竹文庫。あ、福竹文庫から出てますね。僕の好きな。あ、これね、僕ね。これ、ゼロの淡雪、僕持ってんですよ。岩波文庫の。これ持ってるわ。100円で売ってたんで、僕ね、名前知らなくても適当に買っちゃうんですよね。まあ、今はあんまり岩波文庫集めてないから、あれなんだけど。あ、
やっぱり講談社文芸文庫から父を売る子新章風景が出てますね。結構有名な人なんだね。その牧野真一さんがかと、かが一番最初にあるということですね。これは知らなんだね。国枝慎吾と坂本龍馬もありますよね。坂本龍馬。次、じゃあ次ね、木行きましょう。木ね。木行きましょう。木、木なんですけど。木は、あ、木、谷崎潤一郎、小川未明。あ、梅崎春夫。アーサー・コナン・ドイルでしょ。宮沢賢治、小川未明。この人知らんけどね。大倉、かーか、これ、なんて読むんだ、これ。わかんないね。亀井章一郎。はぁ、岸田国は出てくるね。長塚隆史。久喜修造とか、横光リーチとか、いいとこ行きますね。横光リーチの機械有名だもんね。谷潤いいですね、これ。木の国、狐付き、漆かき語りみたいなね。漆喰語みたいな。漆喰語りみたいな、あんだね。でもこの辺結構有名な人多くない？この人調べてみる。大倉加古みたいな人ね。あるね。大倉照子さん。これ、テルの字はなんか出てこない。ひらがなになってんのね。大倉照子さんは86年から60年の人。本名、もずめよしこさんは日本の小説家。知らねえなー知らねえなー外交官と結婚後、夫と共に対応した際は、アーサー・コナン・ドイルの作品に触れている。探偵小説に展示って書いてるね。森下宇村、大下うだるだに指示した。はぁ、大倉照子さんは、ミステリーの人なんだね。まあ、ドゥマとか、アレクサンドル・ドゥマの翻訳とかもやってると。へぇ、知らなかった。知らねえな、この人。大倉照子さんね、勉強になりましたね。これ、大倉照子さんの消えた霊媒女。キーは結構ね、有名な人多いから、まあ、次ね、空行きましょうか、空ね。空傾向で終わりますからね、空ね。空は正岡子規が、空愛の月かな、空愛でいいかな。の月というのがありますね。次、水野、これ、千子さん。水野千子さん、クイですか。村井玄斎さん、知らんな。これ、クイ道楽かな。結構、秋、春、冬があって、夏はない。宮本ゆり子さん、岸田国夫さん。運の十座。岡十郎さんって誰？これ、運の十座と一緒にいるから、あれなのかな。でも、著者基本名だから、やっぱ別名義じゃない？岡十郎。そんな人いいんだね。今回、水野千子さん調べてみる？水野千子さんのページなんかバグってない？僕のパソコンバグってだけかね、これ。ね、水野千子さん出てきましたね。88年から1919年の日本の小説家。あ、これすごいね。1909年に文章世界史発表者トローが、田山方に激賞し、上京と。田山家の内弟子となった。政党の社員となって策を乗せたが、政党社の新しい女たちとは馴染まなかった。へぇー。しかし、ちょっとわかんないですね。青っていうのは青空文庫に収められている作品と、手近な作品。文庫とかなってないのこれ。この辺か、エディトリアルデザイン社が出してる、水野千子4編とかが手に入りやすいのかね。これ、湯間に書房とか、ちくまはあるか。でも、ちくま中だから、そんなに出てないのかね、これ。新潮って書いてるけど、文庫にはなってなさそうだね。水野千子さんね、知らなかったな。こんな作家いたんだね。の、クイ。ね、クイです。水野千子さんね。はい。慶は福沢諭吉が並んでますね。慶應義塾学制初心に次ぐ慶應義塾の真偽、慶應義塾の木と。次、富永太郎。あ、名前は聞くけどね、あんま知らないな。ボードレール、平手治も知らない。梶本次郎、小田作之助、岸田国、坂口安吾、リカード・デイビッド、日本国警察から職務執行法が入ってますね。田中勘太郎、北条民雄。この辺はね、結構さっきまでよく出てた人たちかな。富永太郎調べてみるか。富永太郎知らないもんね。はあ、富永太郎さんはこの人ですね。1901年から1925年、24歳で亡くなってる。はあ、悲しいですね。若いな。日本の詩人画家、翻訳家であると。東京出身でしょ。ニーチェやショーペンハウアーを単独。
ボードレールに熱中、8歳年上の人妻との恋愛問題で2校中退、悲しい、ね、不合格、悲しい、不眠症や頭痛が激しく日数不足で留年、悲しい、で画塾に通うと、はあ、でこの辺で中原中也と知り合う。1924年10月、白血、肺結核、悲しいな。闘病生活の傍ら、同人誌山真由に詩を発表。1925年に宮沢賢治の春の詩を読んで感銘を受けると。1925年11月12日、酸素吸入器のゴム管を汚いと言って自ら取り去り逝去、うん、まあ自殺みたいなもんかね。享年24と。富永太郎詩集があると。ああ、これなんか現代史文庫であったような気がするんだけどね、富永太郎。へえ、詩集富永二郎。へえ、こんな人いたんだね、富永太郎さんね。うわ、知らなかったな。ということは、この警戒 CM にも詩だということなのかな。あ、これもボードレールのこの富永太郎さんが翻訳してると。計画。へえ、そうなんだね。富永太郎さん、勉強になりましたね。こう言ってますけど、こうは寺田と虎彦、佐藤赤石、赤石なんかこれ、誰これ、渡辺恩ね、さっきの人、岡本喜道、豊島義雄、斎藤茂吉、正岡子規、この辺いいね、怖さか、怖実りとか、恋恋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 恋、宮沢賢治とか、山田直子とかもいますけど、この辺でも知らんわ。有島卓球、佐藤春夫は知ってるが、すすきだ緊急だった。すすきだ緊急だったっけ。なんか名前忘れちゃった。すすきだなんとかね。鈴木峰吉とかね。この辺はね、わかんない人多いけど、これ佐藤さん調べるか。佐藤赤石さん。出るウィキペディアあんのこの人。はい、佐藤さんのね、ページありましたね、これ。佐藤光石さんですって、赤石って呼んでたからね。佐藤光石さん、88年から56年のエッセイスト、釣りジャーナリスト、本名は佐藤亀吉、豪の光石と釣り用語であると。鮎は水中の石の表面につく水苔を食用とするが、鮎釣り師はこの水苔は光と呼び、光の食べ跡を観察して魚の所在を判定するという。はぁ、釣りを中心とした多くの随筆を発表した。戦後は執筆だけでなく、雑誌釣り人の初代編集人になるなど、現代釣りジャーナリストの洋覧期の中心人物として多大な貢献をした。知らんわー、そんな人いいんだね。純然たる文学者というよりかは庶民派のエッセイスト、雑文家として過ごしたと言えるが、その文章は井伏正二や滝井耕作などの文学者にも評価されたと。へー、早稲田に入ったもの中退と。その後に新聞記者となったが、文筆業を専念したと。あ、でもこの辺結構いっぱい出してるけど、やっぱ古いな作品が。最近のがないね。93年とかか。鉱石釣り機構っていうのが、釣り神社から出てるのが92年とか93年が、まあ、有名どころ。知らんな、勉強なんな、ね、あーからこうまでちょっと見てきましたけど、まあ、さーからととか他するか知りませんよ。でも今回こういう企画ね、パソコンのねデスクトップ使ってやったっていうのはとても面白いですね。勉強になりますもんね。はい、まあ、そんな感じで今回は新しい企画として青空文庫を使いましたけど、まあ、青空文庫いろいろ使ってね、いろんな企画できると思いますんで、まあこれからもね、どうぞよろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わりと。まあ高評価、コメント、そしてチャンネル登録ね、よろしくお願いします。小説に関するね、もういろんな企画しようと思ってますんでね。はい、ありがとうございました。さよなら、つかちゃんでした。ありがとうございました。バイバーイ、さよなら。